どうもアニマル兄貴です。このチャンネルではですね、動物たちの面白すぎる生態について迫っていきます。今回はウサギについて。皆さんにとってのウサギのイメージってどんなイメージですかね？ウサギといえば長い耳だったりとか、あとは癒し系な部分。私も昔ウサギを飼ってたことがあったので、そういうメジャーなペットとしての動物っていうところもあるかなと思います。こんなにメジャーなんですけど、じゃあウサギの野生での姿とか野生での生態っていうところについては意外と詳しく知らない人多いかなと思います。例えばなんですけど、ウサギって寂しがり屋で一人にさせちゃうと死んでしまうとか、そういうイメージ持ってる人多いかなと思うんですけど、実は全然寂しがり屋じゃないですし、寂しくしたから死ぬとかそういうことも別にないわけなんですよね。どちらかというと猫に似てるような性格をしているので、そういったところも実はイメージと違う部分ではあったりするんですよね。こんな感じですね、意外と知らないウサギの生態について今日は紹介していければと思います。そもそもウサギといってもいろいろな種類がいるんですよね。大きくウサギはペットとしてのウサギと野ウサギ、あとは意外と知られてない鳴きウサギっていう超小型のウサギっていうのもいるんですよね。この野生のウサギの中にはですね、信じられないかもしれないんですけど、虎柄のウサギっていうのも実はいたりして、この虎柄のウサギはですね、あまりにも観測例が少なくて実在しないじゃないかって言われているぐらい大変珍しいウサギなんですよ。なので正真正銘幻のウサギなんです。でこのウサギ、名前がスマトラウサギというウサギになっていて、見た目こんな感じで虎柄の見た目をしてるんですよね。でもちろん見つかったことが全然なくて、画像だったり動画にも本当に数えるぐらいしか上がってないので、細かな生態だったりとかっていうのは本当に謎に包まれているんですよね。はい、皆さん驚いた方もいるかなと思うんですけど、実はこんな風な超希少なウサギっていうのが日本にもいます。世界で唯一日本のある島にだけしかいないウサギがいるんですよね。はい、皆さんの中でもご存知の方いらっしゃるかなとは思うんですけど、このウサギの名前、奄美の黒ウサギっていうウサギなんですよね。でこの奄美の黒ウサギは九州の南に位置している奄美大島と徳之島っていう2つの島でしかいなくて、名前もなんか黒ウサギっていうなんかボタモチみたいなんですね。全身真っ黒で耳もあんなにウサギみたいに長くないんですよ。本当に3分の1か半分とかそんぐらいの耳しかない、そういうウサギになってるんですよね。はい、単にウサギといってもスマトラウサギだったり奄美の黒ウサギだったり、あとは鳴きウサギですね。そういういろんなウサギがいるわけです。特に奄美の黒ウサギなんて日本でしか見れないウサギになってるので、ぜひ皆さんも見てみてください。はい、こっからはですね、ウサギの意外と知らない3つの面白い生態について紹介していきます。もしかしたらウサギのイメージっていうのが覆っちゃう生態もあるかもしれないので、ぜひ楽しみに見てください。では1つ目、いきなりなんですけど、ウサギはですね、ある1つの特徴が全動物界の中でもトップクラスなんですよね。皆さんこの特徴何か分かりますかね？はい、もしかすると長い耳での聞く力がすごいとか、強靭な足でのジャンプ力とか、そういうところを想像される方も多いかなと思います。ただその2つではないんですよね。はい、ズバリ性欲が全動物界の中でもトップクラスなのがウサギなんですよね。と思われた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、このウサギの性欲っていうのを示した事例なんですけど、プレイボーイというアメリカの男性向けのちょっとこうセクシーな雑誌っていうのがあるんですけど、そのプレイボーイのロゴのモチーフになってるのはウサギだったりするんですよね。そこの理由になったっていうところは、ウサギが性欲が強いみたいなところとリンクをして、そういう風なロゴになった。ウサギはそれだけ性欲が強いと。で実際にですね、哺乳類の中でも万年ずっと性欲が強い、つまり発情しているっていうのはウサギと人ぐらいっていう風に言われてるんですよね。じゃあなんでこんなに性欲強いの、つまり年中なぜ発情しているのか。これの理由は、ウサギは食物連鎖の一番下に位置する捕食される動物だからなんですよ。捕食されるということは、自分たちが絶滅しないようにするためには常に短い時間の中でたくさん子孫を残さないといけない。そうなってくると年がら年中いつでも交尾ができて、いつでも子供を作れるっていう状態が一番ベストなんですよね。だから彼らはそういう野生での名残で常に性欲マックスと。はい、可愛いイメージの強い動物なんですけど、まさか性欲というところで全動物のトップになっちゃう生き物でありました。はい、ではでは2つ目の特徴に参ります。あの特徴的な長い耳なんですけど、もちろん音を聞くっ
ていうところ以外にも実はめちゃくちゃ大事な役割を持っている部位なんですよ。皆さんこれ何の能力かって想像つきますかね。実はこれはゾウだったりフェネックギツネの耳が持っている役割と一緒だったりするんですよね。はい、これズバリ何かというと温度調節なんですよね。どうやってじゃあこの体温を調節しているか、ウサギの耳よく透かしてみるとですね、毛細血管がたくさん通ってるんですよね。で、毛細血管がたくさん通ってるっていうことはそれだけ血管から体温っていうのを放熱できると、なので耳が温度調節に役立っていると。だからこそ実はウサギが走ってる時ってあの耳って立っているか寝ているかでいうと皆さんどちらだと思いますかね。イメージだと空気抵抗があるのでなかなか立っていると抵抗が邪魔をして良くないんじゃないかって思う人もいるかと思います。はい、実はウサギの耳っていうのは走ってると立ってるんですよね。いやいや立ってたら空気抵抗で邪魔じゃん。走っていると自分の体温が上昇してくる、でその熱を発散するっていう時に立っていれば風がその耳に当たって耳を冷やしてくれると。ってなると熱を放熱する時の効率が上がるっていう意味でウサギたちは走る時は耳を立てている。なのでウサギの耳っていうのは音を聞くだけの役割ではなくて実は体温調節も備えているラジエーターみたいな役割をしていたんですね。はい、では最後の特徴になるんですけど、これもうズバリ言っちゃうと触粉行動っていう特徴なんですよ。はい、読んで字のごとくうんちを食べるんですよね。はい、みたいな、めっちゃ汚ねえっていう風に思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、これも実は大変重要な行動なんですよね。で、この食糞行動っていうのは実はウサギだけじゃなくて他の動物でも見られるような割とメジャーな行動だったりします。ただ他の動物とウサギの食糞行動っていうのは目的っていうところに大きな違いがあります。そもそもですねウサギのうんちっていうのは2種類あることが知られているんですよね。で、1種類目は皆さんのご想像通りあの黒いというか茶色い丸っこいコロコロとした硬いうんこですよね。で、2つ目はですね多分見たことないと思うんですけど独特な匂いのするクリーム状のうんちっていうのを出すんですよ。で、このクリーム状のうんちを食べると。じゃあこのクリーム状のうんちってそもそも何なのかっていうところなんですけど、ウサギが日々草とかそういうものを食べた時の消化できなかった繊維とかっていうものが盲腸に移動するんですよね。で、その盲腸で発酵されたりとか再構成されて出てきたものっていうのがクリーム状のうんちなんですよ。だからといってじゃあなんで食べてるんだと、ここが実はミソでして、このクリーム状のうんこには健康維持に不可欠なビタミンというのがたくさん含まれてるんですよね。なのでウサギにとっては自分の体で作った健康維持のサプリメントみたいなものがうんちなんですよね。そのうんちが出た時は、まあ、お尻をペロペロ舐めながらそのうんちをもう一度自分の体の中に入れて健康維持に役立てていると。この部分が他の動物の食糞行動との違いなんですよね。はい、ここまでですねウサギの大変ディープな面白い特徴っていうのを紹介してきました。こんな風にですね意外と知ってるようで知らない動物の生態だったりとか皆さんがまだ一度も見たことない動物っていうのも大変面白いものがたくさんいるのでこれをガンガン今後紹介していこうと思います。ではですね、動物と人を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。